達成革新天君っていうやつがここ。達成革新天君、あの仮面をかぶった偽仙人のことね。彼が宿泊名簿に書いた名前は平安よ。もう部屋を出たわ。一人で山や川を旅するとかなんとか。そうだ、もし言葉を話す洗礼を連れた人が来たら、この封筒を渡すよう預かってるの。言葉を話す、彼が言ってた旅人。手紙を残すなんて。とりあえず、手紙と一緒に何か入ってるぞ。久しぶりにこんな素直な悪人に会ったぜ。そうだな。あの花どこ？お客さん、こちらへどうぞ。ご苦労。お客様、ご注文は何？四股魚焼きを一つ。かしこまりました。あれ、今回はこれは道尺が生きただ。どんな味がす、四股探しに海潜り、帰って再び用まかる。まだ何か用があるのか。我は一人で食べる方が落ち着くんだが。そうだな、オイラたちはここらでし。あと少しで怪盗祭ね。今年知らない？その年の最初の、それは英雄を祀るための祭典。夜になると人々は小灯と名称の塔をよ、明かりには薪が尽きても火は伝わるように、美徳は永遠に消えないという意味が込められ。おお、それなら、美味しい、オイラの言いたいこと。あなたたちも怪盗祭に参加するの？この期間中に、人々は祈祷を捧げたり、もし参加したいのなら、それと、もし行くのなら、その、将様と私たちは、そこまで親しい間柄じゃないから、ちょ、今、そうなの。ならいいわ。ちょっと行ってみ、遅くなると人がみんな集まってくるわ。そう、早く行きなさい。
そこのお兄ちゃん、その隣に浮かんでいるチビはいくらで売っているのかな。いくら積まれても売られる。確かに最近は懐に余裕。何せ普通の商人だ。珍しい。なんか怪しいぞこいつ。そう言わないで。そうだ、飴食べる？こいつは信頼できるやつだ。そうだ、君たちも。今年の名将の塔はとにかくすごい。巨大な神話に出てくる雲の中の城が本当に10基と同じぐらい大きな浮上の石がくっつ。なんかすごそう。ようこそリーウェイ。リーウェイ校の代表としての言葉ではないが、少なくとも。写真機。ちゃんちゃんはね、今ぬいぐるみを寄付したよ。昨夜空を飛んでみたいってあの子に言われた夢だから、そこのお姉さんにあの子は。ちゃんちゃんはいいことしたかな。かい。今年の名将の塔のデザインは衣装どっちかの角をもっと大きくしてくれると。その角には岩王帝君の力が込められておって、リーウェで最も硬いものだった。しかしあの決戦で山が崩れそうになり、彼は麓にいた人々を守るため自ら角を切ってくれと友人。彼は切り落とされた角を支点にして山を支えた。彼自身も最後の今になってもなお彼の角に支えられた天候山。ほっほっ。信じてくれるかどう。怪盗祭が今もあり続けているのはあの木。さようなら。お。見ろ、空中に石が浮いているぞ。鎖がなかったら。あれは名将の塔の材料、浮上の石。この小市はそのために作られたものだよ。名将の塔の建設進捗統計を担当している講師。君たちは最近リーウェイに来た。そうだけど。去年は変わったマスコットを連れた旅人なんていなかったからさ。怪盗祭で人々が飛ばす小さな邸塔が小塔で、リーウェイのみんなが共同で建設した巨大な邸塔が小市の屋台は、リーウェイの各商会が年に一度お金のためではなく名称の塔を建設するために開いたものだ。じゃあ小一には美味しいものもた。もちろん。私に言わせれば、怪盗祭はリーウェの美。これはリーウェの一年のうちで最も盛大な祭だから、金にはならなくとも各商店は全力を出し怪盗祭で己の技。リーウェ人はいろんな面。まだ何か聞きたいことがあったら。怪盗祭の席、ボーガさんは基本小一のあたりにいる。そいつはどの店の料理がいい。当然さ、ボーガさんは怪盗祭。わかった、早く小一に行って、そのボーガ。それで一番おいしい屋台でお腹いっぱい。こんにちは。何かよ。あなたの格好、リーウェの人じゃないよね。責任者とも言えないわ。怪盗祭はリーウェ全体の祭りなのだから、誰かが責任。私はただ細かい部分を管理して怪盗祭をもっと盛り上げ。超一で一番美味しい屋台はどこなんだ。一番、それぞれに特徴があるからはっきりした答えは出せ。あそこに並ぶ人がもう少し増えたら洗顔。行くなら急いだ方がいいわ。そうだ、疑念のところに行くのなら。これは我々総務士が昨年の怪盗祭のデータをもとに作成した
各商店への戻ってきたらお礼としてちょっとした。人手が足りないな。もうここはどん、お客さんかい。メニューはこっちだ。メニュー、うん、小さ、当然さ、僕に作れない料理はないからね。さ、早く注文。また今年も来たか。経営提案なんて、僕は料理の味以外で勝負する気はな。まあいい、書類をくれる。さ、食事しに来たのなら。こんなにメニューがあるなんて。あれ、チコ魚や、うん、怪盗祭が英雄を祭るための祭りなら、この料理。なかなか見る目があるな。少し待っていてくれ。すぐに。はい、注文し、おいしい。お前の最高の仲間。ゆっくり食べてく。まだ何か食べたかったら。おかえり。すごくおいしかったぞ。そう、去年もそんな感じだったわ。私たち、まあいいわ。ほら、さっき、おー、もし消灯に興味があるのなら、軽妙に聞いてみるといいわ。あの、すごーく大きい。ええ、彼はその、消灯を編んで翔にプレゼントしたら、早く軽妙を、このペースなら間に合うだろう。消灯の編み方？おや、消灯にはいろんなタイプがあるからな。ちょうどここに材料があるんだ。おっと、この材料。はじめは君たちのように消灯、あの超巨大な名称のあれか、あれも案だと言えるだろう。だが人リエユエにいる君も知っているだろう。超一の商店が、なるほど、これは怪盗祭の伝統だ。必要な費用は、あ、この前の女の子ぬいぐるみも名称の塔の、それは怪盗祭は大きな祭りだ。何を寄付したとしても基本すべて受け取るようにしている。何せ盛大な祭りだ。おっと、君たちは怪盗祭、また消灯を編みたくな、怪盗祭をた、ここが怪盗祭のメイン会場だよ。どう、見つけたぞ。複雑すぎ。大丈夫よ、覚えきれ。よし、私はそろそろ、
こんなに大きな塔を作るつもりなのか。